今ねどこにいるかっていうと沖縄県の宮古島にいます。宮古島ということで、宮古島からこれから橋で繋がれている伊良部島に行きますね。伊良部島ということで、伊良部大橋という 3.5 キロかな。でもうちょっとしたら橋がね、来ます。昨日は池間大橋ですね、池間島の方行って、そこから陸上自衛隊のヘリの墜落現場の方に行ったんですけど、撮影したんですけど、今日はちょっとこの伊良部島のから撮影していきたいと思ってます。伊良部島ということで結構大きな島ですね。池間島はなんか車で回ったら8分ぐらいで回りました、一周ね。で池間島の方が大きくて、で池間大橋、伊良部島の方が大きくてね、池間大橋は1992年の2月14日できたんですけど、その当時はね一番長かったんだけど、今はこちらの伊良部大橋ができて、伊良部島さんとこの伊良部大橋の方が、長い橋です。ということでこれからもうちょっとしたら橋になってきます。でこの宮古ブルーということで、宮古島ブルーということで、結構こういう感じで写真撮ってますよね。だから右側止めれるのか、車をね止めて、で写真を撮る。伊良部大橋って今カメラ出てましたけど、そこから見るとちょっとこのカメラの、ね、位置からちょっと綺麗度が見えにくいんですけど、あと橋脚が向こう側にすげえあって、なかなか写真の撮りがいがありますね。スマホだと多分難しいので、一眼とかミラーレスで、ちょっと望遠使って撮るといいのかなっていう景色ですけど、すごく綺麗です、はい、遠浅は結構続いてる感じですね。いいですね、この伊良部大橋ね。 3.5 キロだから長いですね。でここから先から、ちょっと行くとちょっと上がってってって感じかな。あそこの一番の中央部分が何メーターなのか分かんないけど、これそこのところなんか写真撮りがいきますね。ちなみにここは駐停車禁止ですね。みんながこんな景色いいからって止めちゃったらね、キリがないですから駐停車禁止です。でも一応これ歩道なのかな、左とかバイクとか自転車で走れるとこか。あれあそこのところを撮る場合は向こう側から撮るといいのかな、それか宮古島方面から応援を使って撮ると結構いい感じで撮れるような気がします。すげえ綺麗ですわ。柵でちょっと見づらいと思うんですけど、めちゃめちゃもう宮古ブルーって感じ、まあ、浅いから色が薄いと思うんですよね。だんだん深くなっていくと色濃くなっていくって感じですが、グラデーションもなかなかすごくてね、宮古ブルーってことです。でこういう感じで歩いてる人もいますね。 3.5 キロだから結構な距離ですよ、これ歩くとね。ここにね、途中になんか赤ラインみたくね、川崎から千葉の木更津繋いでる赤ラインみたく、海ホタルみたいな休憩所があればそこでちょっと止めてさ、そこの今写真撮れるんですけど、これすごいね。ここからなんかちょっと上がってく感じですか、なんか結構写真映えしますよ。なんでまあ伊良部島から撮るといいかな。あとは宮古島方面から撮る場合は望遠を使って撮ると結構いい感じで撮れるかなって感じします。速度で回って8分とかでしたから、小さいなと思ったんです。
フェリーとか、まあ、船が往来してたと思うんだけど、そう考えたらその時はもっと卑怯かなと思った感じがしますけどね。綺麗だね、こっちのところが。だからこの辺り橋と橋の橋のこの島と島の間は割と浅い感じですね。色的に浅いです。で、ちょっと向こうが右左右行ってちょっと奥の方行くとね、深くなる感じが、色の方行くね。すごいね、こんなところでずっと走ってるんでしょうさ。で、池間島なんかちょっと池間島も見ると大地っぽくなってますね。はい、ちょっと高めなんか、まあ、最後地震が来た時なんか結構まあ、ね、あの中に入っていけば避難できるなって感じがします。そばまではまだちょっと距離ありますね。12分 8.1 キロ。で、あとは下地島の空港ですね。この後那覇に行くときに下地島スカイマーク利用して行こうと思ってるんだけど、その後下地島もここから8キロ行けば、ね、行けます。伊良部大橋海の駅。海の駅があそこになるんだね。あそこから撮影スポットってなってるね。植えてると困るんだけど、
ーピングもすごく行われてるんで、至る所にダイビングショップありますね。ダイビングショップ右側、サトウキビ畑が、ダイニングカフェ&バー、結構こういうこじゃれた感じのカフェ